ナジェージデティナ記念国立アカデミー舞踊団ベリオスカは1948年にナジェージダナ,ナジェージデティナが創立した現代的なスタイルのロシア民族舞踊団。名称のベリオスカとは白樺のこと。ロシアを代表する民族芸能団体の一つである。1973年からアカデミー国家称号を2000年より創立者の名前を舞踊団名に関している。 現在の芸術監督はミイラ・コリツオワ。ロシア語の名称はゼーである。ベリオスカのラテン文字表記としてベリーズカ、バースカ、ビアヨスカなどが各国で使われている。ベリオスカの法人形態は連邦国家予算文化機関で連邦政府機関が所管する国立の芸能団体である。アンサンブルベリオスカは ボリショイバレー出身のナジェージダナジェージギナが1948年に創設した。ロシアの民族芸能を現代の舞台芸術へと開花させた彼女の作品、ロシアの乙女の滅ぼうど、ベリオスカがモスクワで大きな成功を収めたことが舞踊団設立のきっかけである。この作品には伝統民謡、白樺の似たテリが使われており、作品と舞踊団の名前、 白樺の由来となった。また、ホロボードベリオスカに代表される、浮上歩行が舞踊団の特徴の一つとされている。初期の頃は、女性の舞踊団で、男性の出演者は、楽器奏者だけだった。当時の演出は、1960年のアンサンブル、ベリオスカの映画、乙女の春などで確認できる。1950年代末から1960年代前半までに、 男性ダンサーや男性歌手が加わり、楽団も、バヤン中心のアンサンブルから、バラライカドムラを含むロシア民族楽器の楽団へと、拡大された。1979年10月に、ナジエ・ジュティナが亡くなった後、映画、乙女の春で主役を演じたミイラ・コリゾワが復帰して、後を継ぎ、芸術監督として、現在に至っている。彼女による作品も多数レパートリーとなっている。 ベリオスカの作品の音楽、特にナジェえジリな時代のものは、楽団の音楽家によって作曲、作成されたものが大半である。エブゲニー・クズネツオフやビクトル・テムノフラ歴史に刻まれた音楽家たちの活躍は、舞踊団をより大きな成功に導いた。衣装美術にも特徴があり、公演のアナウンスでは、音楽担当者だけでなく衣装担当者の名前も紹介することがある。 ロシアを象徴する舞踊団として世界各地で講演を行い世界80カ国以上に足跡を残している2003年には日本でも講演が行われた作品名の言語はすべてロシア語で日本語タイトルは参考訳となっている作品名が伝統的なダンスの名前や用語となっているものはそのままロシア語をかな表記した実際 ロシア国外の公演では翻訳せずに紹介されることがある。ロシア語では人名にも各変化がある。公式サイトのレパートリーで作品ごとに書かれている各担当者名のうち作品制作者と音楽担当者は語尾が変化した形、衣装美術担当者は変化していない形となっている。なお、語尾のみでは単純にどの書くか判別できないものがあるため、 機械翻訳を使うと、本来の形に戻されなかったり、女性名が男性名に変わっていたりすることがある。2017年にできた公式サイトのレパートリーにある、個々の作品の衣装美術担当者名は、公式サイトの記述時点で使われている衣装の担当者であるため、以下では省略した。女性舞踊男女の舞踊男性舞踊作品群、女性舞踊男性舞踊長編作品、モスクワの滅ぼうドは、 灰色のホロボードの別名があるようだ。映像資料これらの他にもロシア各地のフィルハーモニー協会や劇場、テレビ局などにより映像や写真、インタビューなどが公開されている。名称の由来については概要部資を参照。ロシア語、税の金表記はベリオスカが定着しているため、当記事もベリオスカとしている。ロシア語の標準的な発音はビリオスカとなる。 ロシア語、税は、白樺税の非正形である。これは名称などでは親しみを込めたニュアンスとなるが、意味は、白樺のままで、小さいという意味は意識されない。法人ではなく芸能活動における正式名の、部分。引用符は公式の、各サイトを見ると使われているものが異なるので、本拠のネームプレートで使われている、を採用した。なお、ロシア語の一般的な引用符は、 である。2017年の公式サイトは、英語ページでベリオスカの文字表記が複数あるなど、サイト作成者が表記に注意を払っているかよく、わからない点があるため、引用符の根拠にできなかった。ロシア語、ファイ。正確に訳せない、機械翻訳がある。は、文化である。機械翻訳で問題が出ることがある。芸能団体では、国立や、 国営などと訳されることが多いロシア語が機械翻訳で終律や状態となるのは内部で英語ステートに一度訳されるためである。ホロボード、ホロボードはキリスト教授用前の古代の宗教儀式がルーツだったとも言われているスラブの民族舞踊。舞台芸術のホロボードでは人の列が特有の模様を作っていく部分などが取り入れられている。記念し ナジェージダ・ナジェージュディナが生まれた日から100年によれば、ホロボード・ベリオスカの初演は1948年で、最初にこの作品を踊ったのは、カリー・ニン州のコルホーズの若い女性たちである。ナジェージュディナは1934年から、振付家として、活動を始め、モス・エストラーダなどで、バレーマスターを歴任。ホロボード・ベリオスカが作られた当時は、 カリーニンフィルハーモニーロシア民族合唱団の芸術家督をしており、コルホーズの若者たちに踊らせたのはフェスティバルへの参加が目的であった。彼らも人民芸術家称号や功労芸術家称号を受けている。個人名のリンク先や2017年公式サイトレパートリー参照。名前が書室のところに称号がついている。機械翻訳では、 名前の語尾変化が処理されないことがあるため、表にまとめた。特に注意する必要があるのは、性の最後が引くで終わるものは、語尾変化しているかどうかで女性か男性かが異なる点である。衣装美術は、劇場刑事の公演ポスターなどではイニシャルではない、名前が書かれていることがある。2018年現在の衣装芸術担当者は、タチアーナシャーミナである。ロシア語、税。 ココーリッツァ、ココーリッツァは、根形から作られた、題を意味する言葉で、ココーリッツァだけでプリアールカを意味する場合がある。しかし、プリアールッツァとの複合も、プリアールッツァ、ココーリッツァもプリアールカを意味するため、歌詞のバリエーションの中には、と一つの言葉にしているものもある。ヤブロチコ、1917年から1922年の、ロシア内戦期に、赤軍兵士に歌われた歌。 この曲の音楽で水平のダンスがよく踊られ、水平のダンスの別名にもなっている。ヤブロチコなどによる水平のダンスはロシアでは、民族的な舞踊と見られていて、海軍の歌舞談だけでなく、民族舞踊団や民族が師匠団などでも踊られる。ロシア民謡だが、歌詞は18から19世紀の詩人、ユーリー・ネレジンスキー・メルツキーのものが知られている。日本では、ダークダックスが、 小川のほとりのタイトル、日本語歌詞で歌っている。研究者路は時点1988税、の子 ABCDEF、ファイ、税。連邦国家予算文化機関、NS な J ジ利な記念国立アカデミー舞踊団、ベリオスカ。大統領総務局。2017年12月18日閲覧。税、ロシア大統領を6助成金を設立。 ロシア文化テレビ、2017年12月22日閲覧。民族芸能系の6団体への助成金の設立。民族芸能でも知られる軍の株団が含まれている。税、税、文化芸術分野でのロシア大統領助成金の年間額増額について、ロシア政府、2017年12月22日閲覧。助成金の対象は随時拡大されているが、 民族芸能の舞踊団からは、今回の政府決議でも引き続きモイセ性 F バレエ団と、ベリオスカの2団体のみであった。AB、オンライン百科事書、税の項2016年9月8日閲覧。AB、アンサンブルベリオスカ公式サイトマイナスアンサンブルの、歴史。2017年12月18日閲覧。記念誌、ナジェージダナ,ナジェージディナが生まれた日から100年連覆。 エフレイモは現代ルル時点のこう。2016年9月21日閲覧。民族衣装サラファンは永遠に。2016年9月11日閲覧。ゼー、ベリオスカがテレビチャンネル、ロシアで踊る。ロシア1、2017年12月18日閲覧。ゼー、これが私の、ベリオスカ、これが私のルーツの踊り。テラプログラマ。 プロ2017年12月18日閲覧。ありがとうございます。